に遊園地に遊びに行ったのはいつのことですか？幼い頃、お父さんやお母さんに連れられて行ったおとぎの国、夢中で遊んだ思い出ってありますよね。21世紀、コンピューター全盛時代の流れなのか、そんな懐かしい匂いのする場所が次々に消えていこうとしています。老舗の横浜ドリームランド、閉園までを追いかけました。今朝は2日前に37年の歴史に幕を下ろしました、ここ横浜ドリームランドに来ています。私の周りには子どもたちに長年多くの夢を与え続けてくれた乗り物がそのままの形で残されているんです。でもこの乗り物がこの場所で動くことはもう二度とありません。そしてこちらご覧ください。大きな大きなメッセージボードが貼られているんです。実は閉園の1ヶ月前からここに置かれていて、ここに訪れたお客さんたちがドリームランドの思い出やその感想などを寄せ書きしたものなんですね。いろんなコメントがあるんですが、36年前主人と最初のデートの思い出の場所、閉園の前に昔の思い出をという写真付きのものがあったりですとか、イラスト入りのもの、もう大人から子どもまでたくさんの方々が書いていますが、こちらご覧ください。力強いメッセージなんですけれども、ドリームでの思い出は一生の宝物だよ。やはり皆さんそれぞれの思い出があるんですね。閉園を惜しむ声、名残惜しいという声がほとんどなんです。ズームではこのドリームランドに特別の思いを持つ2人の従業員、そしてその家族に密着しました。37年の歴史を持つ横浜ドリームランド、最盛期には120万人以上の入場者数を誇りましたが、ここ数年65万人以下にまで落ち込んでいました。それでも週末は多くの家族連れでにぎわっています。一番人気はヘイヘイおじさんのミュージックエキスプレス。アメリカングラフィティ的なレトロな世界が展開して、これ何、おしゃれじゃない、意外に。この方がもしかして、日本テレビですが、有名なヘイヘイおじさんです。どうもこんにちは。よろしくお願いします。ミュージックエキスプレスは波打ちながら回転する昔ながらの絶叫マシーンです。怖くない？人気の秘密は運転しながらヘイヘイおじさんが繰り広げるパフォーマンス。荒井さんが速度を調整しながら運転します。昨年定年を迎えて退職した新井さんですが、ファンの熱いラブコールに応えてヘイヘイおじさんとして復活しました。何十回も乗ります。何回も乗ります。はい、一体感が生まれるところが、熱いものがこう込み上げてきますね、これ。新井さんがドリームランドに入社したのは開業の翌年のことです。はじめメンテナンス課に配属された後、さまざまな乗り物を動かして20年ほど前にミュージックエキスプレスの担当になりました。当初は普通に声をかけていただけでしたが、お客さんからもっと乗りを良くしてという要望があり、当時流行っていたヒット曲を取り入れたのです。やればお客さんこのように集まるんだな、また反応して帰ってくるんだな、じゃあこれは楽しいなと思ってなっちゃうんですね。ヘイヘイ楽しかったね、聞くとやっぱ嬉しいもんね。これはやっぱり生きがいですね。最高の人生ですよ。お客さんと一体になって楽しむドリームランドの名物おじさん、延べ100万人ものファンができました。
昨年話題になったこの CM、 実はドリームランドで撮影されたものなんです。GPS 携帯始まる。名作ドラマ探偵物語でもロケ地として使われました。昔からドリームランドは絵になる典型的な遊園地として映像化されています。昭和39年東京オリンピックが行われた年に開業した横浜ドリームランド。東京ディズニーランドもなかった時代、アメリカのディズニーランドを模範にして作られたドリームランドはたちまち人々の憧れの場所となりました。異国情緒を大いに盛り上げていたのはイギリスの衛兵をイメージしたパレードです。ラーメン1杯が63円の時代に乗り放題の周遊券は1000円、かなり高価なレジャーでした。最盛期の1979年、日本で初めてループコースターが導入され、ズームイン朝も中継をしました。シャトルループなんですけれども、3月21日のオープンに向けてただいま整備に大わらわといったところです。絶叫マシンブームの走りだったシャトルループも今は昔。それでも変わらずドリームランドは子どもたちの格好の遊び場として親しまれています。6歳以下の幼児専用のアトラクションが充実していて、家族で楽しめる遊園地として貴重な存在でした。そんなドリームランドに生まれた時から通っていたという人がいます。ここに勤める松田和正さん、イベント課のチーフとして少年時代に憧れた衛兵パレードに出演しています。まさか自分がここに、就職してその自分が衛兵になるとはまさか夢にも思ってなかったですね。もう一歩入ったらもう本当に夢の国に来たような、そういう楽しみというのがありました。松田さんはドリームランドと同じ37歳、初めて来園したのは生後1ヶ月の時です。両親に連れられて開園したばかりのドリームランドへ出かけました。それから24年、小さい頃から慣れ親しんだこの遊園地に就職、子どもたちに夢を見せる仕事を選びました。閉園後、40人近くいる正社員は全員解雇される予定です。まだ再就職活動も手につかないと松田さんは言います。はい、ただいまーす。長男の俊くんは小学校に上がったばかり。子どもたちにとってもドリームランドは毎週のように遊びに行く身近な場所でした。松田さん自身が生後1ヶ月の時にそうしたように、子どもが生まれたばかりの時、家族の記念写真も撮りました。松田家の思い出がいっぱい詰まっているのがドリームランドなのです。かけがえのないなんか、職場でもあり、場所でもありましたね。そういうもう一つの家っていう、もう一つの家庭ですかね、というようななんかイメージはありますね。閉園が迫った2月、行列ができるほどの盛況になりました。ミュージックエキスプレスには営業時間終了まで長蛇の列が続いています。もう終わり。バイバイ。じゃあね。はい、バイバイ。バイバイ、またね。もう帰るの待ってんの。はい、来年だけましょう。バイバイ。オーケーオーケー。
ヘイヘイおじさんは子供たちのためにいつも運転を延長してくれます。本日は最終最後までお付き合いくださいましてありがとうございます。バイバイ。オッケー。オッケー。バイバイ。バイバイ。ドリームランドから歩いてすぐの団地に新井さんは住んでいます。家で無口な夫を支えているのは3つ年上の姉さん女房ひよこさんです。会社でもう目いっぱい声を出してるからもうやりたくないのね。喋りたいことでもね2人はドリームランドで働いていた仲間同士。きよこさんもメリーゴーラウンドをはじめ乗り物を操作していました。二人が付き合い始めたのが15年ほど前、長年の気の置けない交際が実を結んだのです。あと1週間だもんね。1週間でも終わりね。どうするのこれから。パチンコパチンコだってそう財政が続くわけじゃないでしょ。数パーセント続くわけじゃないでしょ。パチンコ儲かった。新井さんには今とある遊園地からの誘いが来ています。でもドリームランド以外で働くことに抵抗があるといいます。ミュージックも大好きじゃない。まあ好きだけど、まあ、ミュージックエキスプレスってなるかどうか分かんないけど、私はいいと思うよ。いくらねミュージックで鳴らしたっつっても向こうに行けばまだだから。でもそれはやってみないとわからないことじゃない、でしょ、だって俺はそんな気がするんだよ、もったいないよ。せっかくのいい仕事、なかなか来てくれっていうところなんかないですよ、私は賛成だな、ドリームランドがなくなってもヘイヘイおじさんとして生きがいを感じてほしい。きよこさんは同じ職場にいたからこそ新井さんの気持ちがわかるといいます。ああもうあとわずかでこれも着られなくなるのかなってね思うとやっぱり切ないですね。閉園まであと6日に迫った休日、別れを惜しむお客さんがどっと押し寄せてきました。どうやらヘイヘイおじさんのミュージックエキスプレスの調子が悪いようです。どう、まだ営業できない。できないでしょ、何年だもん。ファイナルなのに今直していくよね。20年近く新井さんの指示する通り働いてきたミュージックエキスプレスが最初で最後の反乱を起こしました。閉園直前に思わぬアクシデントです。横浜ドリームランド閉園を6日後に控えた朝、ヘイヘイおじさんのミュージックエキスプレスが故障してしまいました。あと1週間だから頑張れ、そんな気持ちで新井さんは必死に修理します。はい、どれかやってみて。ねえねえ、ようやく復旧の見通しが立ってきました。イベント家の松田さんはドリームランドを訪れた両親と記念写真を撮ることにしました。37年前、生後1ヶ月の時に訪れたドリームランド。後になって思うと、やっぱりこの子はこれ今かなり言ったようにね、これ勤める子だったんだなっていうふうに感じますよ、やっぱり。それがやっぱり運命ですよね。
そんな運命に導かれるように松田家の人々は親子3代にわたってドリームランドで思い出を刻んできました。多くの人々がドリームランドへさまざまな思いを寄せています。面白いし、なくなっちゃうとなんかつまんなくなるから嫌だ。もう横浜ドリームランドは永遠に私たちの代、この子の代まで、もう名前だけでも流れるプールがあって、で自然と触れ合えていい場所だったねっていうのは残ると思います。そしていよいよ横浜ドリームランドは最後の日を迎えました。松田さんにとって最後の衛兵パレードになります。ヘイヘイおじさんのところもファンでごった返していました。今日はこれを持ちまして明日がないんです。昨日まではね、言いました、明日があるさと。残念ながら今日は明日があるさとは言えません。明日は終わりになります。37年間皆さんどうもありがとうございます。みんな最後だ、思いっきりやっちゃうぜ。よっしゃー、 OK GO。 遊園地という夢を紡ぐ場所、大人にも子供にも愛された横浜ドリームランドは永遠にその火を消しました。ヘイヘイおじさんの新井俊二さんと奥様の清子さん、そして衛兵パレードでおなじみだったイベント課チーフの松田和正さんにお越しいただいております。おはようございます。おはようございます。おはようございます、ね、皆さん感無量という表情でね、今一緒にモニター画面を見つめていらしたわけなんですけれどもね、どうですか、日曜日に脱いだ衣装をまたヘイヘイおじさん袖を今日は通していただいたんですけどね。はい、もうね、これやっぱり来るとやっぱり会社にまた来てるような気持ちになります。そうですか、あの他の遊園地から引き合いが来ていたという気になるお話があったんですけども、その後いやないです、まあ、今とも考えていません。あら、考えていらっしゃる、はい、じゃあ平平おじさんは永遠に平平おじさんでっていう、そうですね、ことで、これも皆さんの長年のね、不安がいましたのでね、やっぱりそれを失いたくないもんで、はい、これで通したいと思います。そうですか、はい、隣でうなずいてらっしゃいますけど、清子さんいかがですか。本人が決めたことですので仕方ないと思います。本当はやっぱり生きがいなので、やはりやってほしかったですね。もったいないってね、はい、もったいないです気持ちがありますよね、はいはい、そうですか。松田さん、はい、今後お二人のお子さんいらっしゃいますけれども、はい、どうでしょうか、再就職活動の方は。そうですね、もう本当に最後まで
ドリームランドのイベントとしてもう私の仕事を 100% もうやってきましたので、ね、家内の方もそれを承知してくれまして、で、まあ、無事重心帳終わりましたのでね、あとは、まあ、ぼちぼち就職活動に入ってきます。これからということなんですよね。どうですか、松田さん、最後の、ね、はい、演技の後涙を流されてましたけども、はい、毎回閉園の時は蛍の光が流れているようですけども、はい、最後の蛍の光をどのような思いでお聞きになりましたか。本当に寂しいという気持ちは確かにあるんですけれども、本当にやるだけのことは全てやってきましたので、はい、最後は何と申しますか、もう本当に爽やかな気分というか、マラソンで言えば 42.195 キロを走り切ったと、そうですか、というような気分で迎えました。さあそして新井さん、もう決意は決まったのでしょうかね。続けてほしいですよね。どうなんでしょう、今テレビをご覧の皆さんもそういった思いの方多いかもしれませんけども、またやがてヘイヘイヘイを歌いたくなる時が来るんじゃないかなと思います。そしたらまた考え直してみてもいかがでしょうかね。そうですね、お疲れ様でした。朝からありがとうございました。この後は最新のニュースをお伝えいたします。